どうも、四次郎でーす。はい、今日メンテナンスがあって、こちらですね、二人三脚プロジェクトの、9話、10話が、更新されたということでね、まあ、これ後ほどね、実況して、アップしていこうかなと思うんですけども、まあ、最近ね、いろいろあって、オーディションやら、写真集やら、ユニット曲の発表やら、ライブやら、ありましたけども、まあ、ずーっと言ってますけども、僕は一番最初に解決しなきゃいけない問題は、佐藤玲香の CV だと思ってるんですよ。これがね、まあ、二人三脚プロジェクトも始まってますし、これが解決してない CV がない状態っていうのは、ちょっとなんか、異常なのかなと、僕は、思っております。まあね、簡単に解決できない問題だけども、ちょっとね、時間かかりすぎじゃないですか。これはずっと言い続けたいと思いますし、ね、もう本当に何かしらのアナウンスが、あってもいいんじゃないかなと、僕は、ずっと言い続けますし、まあね、次がね、10月1日、月始めにもしかしたら何か起きるんじゃないかなと、信じたいですね。はい。で、あとはまあ、こう二人三脚プロジェクトもね、始まってますけどもね、そうですね、この、なんでしょうね。なんか、そのね、今後、まあ、オーディションとかありますけど、まあね、オーディションでまた新しい子たちが入ってくる。で、まあ、ってなったうちに、まあ、この二人三脚プロジェクトの後輩ちゃんたちはどうなるんだろうっていうのも気になりますよね。そうね、なんでしょうね。まあなんか、今ね、なんか、なんでしょうね。本当にグループの状態ってなんかすごくなんか中途半端というか、なんかすごくなんかめちゃめちゃな状態ですよね。すごい点は投げられるけど、ねえ、それがなんかバラバラというか、なんかすごく中途半端だなっていう印象があって、まあ今ね、おのおののね、活動もしてますし、そこでね、外での活動でスキルアップっていうのも大事ですけども、まあ、グループは本当に今、二人三脚プロジェクトですよね。これだけなのかなっていう状況で。うん。で、あとは次はオーディションですよね。で、まあ、ツイッター界隈でも、まあ、何人入ってくるんだろうみたいなね。まあ、オーディションのページの方にも、合格者の人数、何人採用しますよみたいなのは書いてないので、まあ、未知数ですけども、まあ、まあ、おそらく僕は多くて、今、一応11人と仮定して、まあ、なんでしょうね、まあ、4人とか、多くて6人とかかなって僕は思うんですけど、まあ、その理由としましては、まあ、おのおののメンバー結構ブログ更新してて、まあ、11という数字はもうね、大事にしてきますし、もうこれで最後みたい、一旦終わりみたいな感じになってますから、まあ、11人以上なんだろう、まあ、ってなるんですけども、まあ、なんかね、坂道さんとか AKB さんとかと比べても、7分の22っていうグループを大所帯にするかって言ったら、それはなんか違うような気がするんですよ。だから多くて、まあ6人増えて、まあ17人かな？まあそれでも多い気がするんですけど、あとは、まあ7分の22って、まあ、これいびきの参照なんですけど、グループは割り切れない円周という近似値であり、無限に続く可能性、創造の象徴として名付けられたということで、まあまあ、なんでしょうね、まあ、11位もそうですけれども、おそらくまあ割り切れないまあ奇数というか、そういうも、ね、人数になってくるんじゃないかなと思うんですよ。だから、7分の22っていうグループ意味があると思うので、増やすにしろ、その偶数では多分ないと思うんですよね。偶数と奇数だと奇数だと思うんですよ。だと思うんですけど、皆さんどう思いますか？僕は、そうで、増えて、4人とか、まあ、4人増えて15人、まあ、6人増えて17人とか、そこら辺になるんじゃないかなと僕は思うんですけどもね。あとは本当にね、これが、点と点がね、つながって線になれば、
いいなって思いますし、あとはやっぱりその今後期待するのその8シングルでやっぱりそのテレビ出演、テレビで歌唱する、それこそねミュージックステーションとか、あとカウントダウン TV とか、あとはあれですね、あの NHK さんのなんか渋谷の音でしたって、結構音楽番組やってますので、そこら辺への出演というのがやっぱりグループにとってもその絶大な影響というか、そのみんなにとってはね、まあ、個々の 今後の活動にもつながってくると思うので、だから8シングルでは本当になんかそのテレビへの露出というものが増えたらいいなって思います。うんかな、そこら辺はマジでね、あの運営さん僕嫌いですけど、そこはマジで頑張ってほしい、そこへのプッシュを、8シングルでお願いしますと言いたいですね。はい、まあ頑張ってると思うんですよね、本当に、お願いいたしますと、今後の7日が大きくなることを切に願っておりますということで、今回の動画締めようと思います。それではね、チャンネル登録だったり高評価、バットボタンでもいいので、何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですし、皆様の思うなんかね思うことがあればコメントよろしくお願いいたします。